いやー、うまいわ。はい、皆さん、ということで今日は幕下15枚目格付け出し落合くんの対戦がありました。3番相撲ですね。初日は不戦勝、2日目は瀬戸の海くんに勝ち、今日は元幕内の実力者秋瀬山さんとの対戦となりました。なんとこの2人ね、秋瀬山さんが37歳、落合くんが19歳ということで、まあ18歳も離れてるんですね。まあ本当に秋瀬山さんね、息長いなという感じなんですが、今日の相撲、まあ落合くんが勝つだろうなとは思ってたんですが、ただね、秋瀬山さんも上手いし重いので胸合わすとちょっと嫌だろうなと思ってました。まあそしたらね、案の定立ち合いから胸を合わすことになりました。まあ落合くんとしてはね、押し切ろうと思ったんだけど、そこは秋瀬山さんの柔らかさでね、うまく刺したという感じでしょうか。でその後ね、ちょっと胸合わせて落合くん土俵際まで体こうね持っていかれたりしましたね。ちょっと回しが1枚だったから、ちょっとあれではね、力入らなかったと思う。正直、あそこで、秋瀬山さんがガンガン出てきてたら、落合くんも厳しかったんじゃないかなとは思うんですが、ただその後、落合くんが両回しを引いて、まあ、ただ、両回し取って四つに組んだ状態でも、まだ秋瀬山さんの方がね、やりやすいのかななんて思ってました。重いしね、止まった重い相手を、小さい人が寄り切るって、相当力いるんですよね。どうするのかなと思ってたら、まあ、左足でうまく内掛けでひっくり返したと。いや、なんか力だけじゃなくてね、ああいうこう状況を判断してベストな選択ができるっていううまさもあるなと思って、まあ、落合くんさすがと思いましたね。うん。これにより3連勝ということで、勝ち越しまであと一つとしましたね。まあ勝ち越しっていうのはもう多分ほぼ決定しているのかなと思います。こっからあとね、4日で一番も勝てないっていうのは、まあ相手が強くなってくるとはいえちょっと考えづらいので、まあ、勝ち越しはするでしょうね。あとはもう優勝するかどうか、誰が勝つのかみたいな話ですね。いがぐり頭の関取が誕生するかもしれない、そんな予感です。ということで終わり。アディオス。